小論文講座について質問があるんですけれども、はい、過去にですね、はい、この小論文講座は出なくてもいいんじゃないかとか、はい、小論文を軽んじて、しかし実技あるいは他の科目もできたにもかかわらず、はい、小論文を軽んじたがために、不合格になってしまったっていう例は結構ありますか？ありますね。とても残念なんですけれども、小論文はですね、いわゆる国語という科目の枠を超えた、もう川辺講師にも時々参加していただいているようにですね、総合的な学科なんですね。というのは小論文を軽んずるということは、その学科全体を軽んずるっていう態度にもつながってですね、結局は学科全体のその人自身のですね、学科全体の点数を落とすっていう結果になるんですよ。小論だけの問題じゃないんですね。その学科に対する意識の問題なんです。その意識が落ちればもちろん点数も落ちるわけで、結局はせっかく実技でスキルを上げてるのに学科で落ちてしまうって、こう非常に残念な結果にもなりかねない。だからそういう意味で小論の、位置づけって非常に重要なんですよ。はい。だそういう皆さんにですね、そういう悲しい状況、残念な状況になっていただきたくない、なってほしくないという、その切実な思いを学科チームの講師は持っております。だそういう意味で小論ぜひ頑張っていきましょう。ハニキャットムービー立ち入り、よろしくお願いします。お願いします。